金東一は大韓民国の応用科学者。号は赤戦。1908年3月9日、平安南道構成群に生まれる。教育熱心な父親の意向で幼い頃から、漢文を学び、私立、大鳥正志学校、平壌上寺公立普通学校、平壌公立高等普通学校を経て、1926年に、旧西佐賀高等学校理科校へ入学し、 1929年、卒業。翌年には、東京帝国大学へ進み、1933年、工学部応用科学科を卒業。当時、応用科学科の唯一の朝鮮人卒業生であった。一年間指導教授の下で助手を務めた後、1934年に、岩きガラスへ入社。同社では1939年まで、研究課長を務め。 作ササンセルロース関連技術により7つの特許を取得した。その後、金が不知石に引き抜かれたが、1942年には、さらに、形状暴食へ転じた。降伏後、形状帝国大学教授となり、1946年には、ソウル大学高校科大学の初大学長に就任。教授不足のため、専門とする繊維工学以外の科目でも、教弁を取った。 1952年、朝鮮戦争の勃発によって持ち越されていた理学博士号を取得。愛韓民国の成立後、最初に理学博士号を授与されたうちの一人である。その後も韓国科学界の元老として長年にわたって活動し、1998年7月20日に90歳で死去した。ありがとうございます。